竹内さ、明日昼暇？あ、暇。お前じゃあなんか飯食い行く？あ、いい。あれ、雷ビリスケは？雷ビリスケ。ビリスケも。ビリスケ。どの状態のやつ？休みは明日一日暇ってこと？まあ一日暇やで。ああ、めっちゃいいよ。うん。え、ウォーター売るぞ、お前。ウォーター売るぞ、ね。誰がウォーター売るぞ？俺、その、エレメント関係じゃないか。雷とかにして。で、休みな。そっちが悪いかな。そっちが悪い。俺が答えてないんだ。え、もしかして竹内もなんもないん？あ、なんもない。え、めっちゃなんかするじゃん。なんかしようや。え、ホムラメラマルは？ホムラメラマルじゃないって。B 級漫画のキャラじゃない。ホムラメラマルじゃない。で、遊ぶ。じゃ俺はなんで。え、すみ、次の日も余裕だったりする？あ、結構余裕あるで。もう夜遅くまで行けたりする。うんうん。あ、マジ？うん。あ、めっちゃいいや。うん。え、アースバスンガシンは。名前じゃないよ。あだ名じゃないよ。名前になってないけど、すんし。落とすぎる。で、次。いける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 。スッと。いや、スッと答えれねえだろ。じゃあ、そのボーリングとか。ボーリングな？ああ。ええやん。あ、マジ？うん。ああ、いい。インセクター、ハガワ。いや、もうインセクター、ハガやん。行くぞ、で捨ててないやん。ボーリングで一番いいんすか？どんな150いったら違法かも。ああ、なるほど。うん。スチールマンは？スチールマン、スチールマン、カードみたいな、カードの名前になってる。弱いよ、スチールマン。持てんやろ。あ、点数はって聞いて。いや、それやったらさ、もうスポッチャとか行ってまえへん。あ、いいね。竹内、スポッチャいつ以来？マジでも、3、4年は行ってないやろ。あ、そのぐらいか。え、パンサーウォーリアーは？カード名で言うよ。行ったことないよ、スポッチャ、パンサーウォーリアー。大人料金なの？知らんよ。知らんけど大人やろ。帰りにもらった UFO キャッチャー券使うんだよ。パンサーウォリアーも。使うやろ、パンサーウォリアも。パンサーウォリアーもさ。パンサーウォリアーみたいになってたけど。でも何気にこの3人でスポッチャー行くとか初めてじゃない？かもね。な、俺と竹内とパンサーウォリアー。パンサーウォリアーもさ、ゲーセンコーナーに。まず、ゲーセンコーナーのちっちゃいボーリングしたりすんの。するやろ。するんや。一回やるやろ。え、パンサーウォーリアーもさ、パンサーウォーリアーじゃねえ。スポッチャーのカラオケ入って、30分ぐらいだって、俺スポッチャーじゃなくてもよかった。なるほど。あるあるやんか、ただの。スポッチャーあるある大会や。パンサーウォーリアーもさ、俺パンサーウォーリアーじゃねえんだよ。すごい乗りたくて予約するんだよ。パンサーウォーリアーも予約するやろ。パンサーウォーリアーもさ、じゃねえけど、じゃねえけど。ローラースケートするときにさ、膝当てとかつけんであってさ、ちょっと良くないって怒られたりする。お姉さんにね、膝当てみたいのすでにあるでしょうって思うけど。僕もついてますよみたいになるけど、怒られるからやる。怒られたくない。怒られたくないから。そうな。楽しみ行くの？パンサーウォーリアーじゃないから。期待に応えらんないわ。